これは福岡北九州市で起きた事故の映像です。バックした乗用車が後ろの車にぶつかっています。この直後、目を疑うような暴走行為が発生。その一部始終をカメラが捉えていました。後ろの車にぶつかった白い車は、続いて前方に止まっている赤い車に衝突。すると次の瞬間、再び猛スピードでバックして、今度は駐車している別の車に衝突しました。さらに、ねえ大丈夫？やばい、俺の車やばい。ねえ待って、ね、どうかした方がいいって、ねえどうかした方がいいって、本当に。待って。再び急発進して走り去っていったのです。警察の調べによりますと、2台の車に衝突した車の運転手は70代の男性で、この映像が撮影される前、すでに赤い軽乗用車に追突していたということです。